チェスタートン・ギルバート・キースサレーダイン公爵の在業一、フランボーがウエストミンスターにある彼の探偵事務所の仕事を一月休んだときに彼は貝船のように小さい一層の小型のヨットに乗って旅に出た 東部諸州の小さい川を通った時それはあまりに小さいのでちょうど魔法栓が陸の牧場や麦畑の中を走っていくように見えた船は2人乗りとして快適なものであったそして必要品を奥に足るだけの場所のみでフランボーはそこに自分の哲学から割り出して必要と考えた品々を蓄えていたそれらは 4つの主要部分に分類することができた食いたい時の用意として鮭の缶詰まさかの場合の用意として装填された何丁かのピストル気が遠くなるようなことがないとも限らんというので1瓶のブランデー酒それからひょこり死なないとも限らないというので1名の坊さんこの軽い荷物を積載して彼は ノーーフォーク州の小川から小川へと最後にはブロード地方へ達するようにゆるゆると回っていったゆくゆくあるいは水郷の庭園や牧場あるいは下水に姿を映す館や村落の絵のような景色を称しまたあるいは地上湧水に釣り糸を垂れて岸辺に道草を食いながらの旅であった真の鉄人のように フランボーはこの旅行に決して目的を持たなかったが真の鉄人のように理由を持った彼は一種の反目的を持ったそれが成功すれば旅客に金城花を添えるべきものとしては彼はその目的を重大視してはいたがまた失敗しても旅客を傷つけはしないだろうと考えていた 彼が犯罪界の王としてまたパリにおいて最も有名な人物として彼はしばしば多くの賛辞やまたは謝辞いな恋文さえ受け取ったその中の一つに何らの理由なしに彼の記憶を捉えるものがあったそれはイギリスの消印のある封筒に名刺が1枚封のしてあるきりの簡単なものだった 名刺の裏には緑色の陰気で仏文でこう書いてあったもし飢餓が職を退かれて仇となることでもあらばそれがしをお尋ね下されたしそれがしは飢餓とお会いしたき心なり現代のあらゆる立派な人物にはもはや会い尽くしたれば飢餓が探偵をまきて見当違いの逮捕をなさしむる手際に至りては フランス市における最も交際ある場面ならんか名刺には表の型のごとく「公爵サレーダイン」「葦の家」「リードハウス」「葦の島」「リードアイランド」「ノーフォーク州」と印刷されていたその当時彼はこの公爵のことを深く気にかけてはいなかった。 公爵が南イタリーで有名な社交家だということを知る以上には彼は若い時に上流社会の夫ある女と駆け落ちしたとのことであったしかし駆け落ちぐらいではこの社会にとってさのみ驚くべきことではなかったがそれに付随して起こったある悲劇のためにこの事件はなかなか世人の記憶から忘れられぬものとなった侮辱を受けた夫が シシリー島の絶壁の上から身を投げて死んだといわれる自殺事件であった公爵はその時しばらくビエンナに滞在していたが近年は始終旅から旅へと暮らしていたように見えたしかしフランボーが公爵自身のようにヨーロッパを捨ててイギリスに定住するようになった時彼はノーフォーク州のブロード地方に住むその名士を突然訪問しようと思い立つに至った その場所を実際尋ね当てるかかどうかそれはフランボーにも見当がつかなかったそして全くそれは人の知らない硬い中ではあったけれども彼はその場所を予期していたよりは早く見いだしたのであった彼らは一夜竹那す雑草や短い刈込機に覆われた堤防のもとに船をもやった昼の力走のために眠りが 彼らに早くやってきたそしてまだ暗いうちに目が覚めた厳密にいえばまだ夜の明けぬうちに起き出たのだなぜなら大きなレモン色の月が今やっと2人の頭上にたけなす草の墓地に沈んで空はまだ夜食を帯びつつもすがすがしい金星色に輝いていたからである2人は思わず 子供時代の思い出にふけった。竹那須雑草が私たちの上に森のごとく広がる時私たちはエルフィンの踊るを見るようなちょっと冒険的な気持ちになる2人はそんな気持ちにも浸るのであった大きな月に対してスーッと立つヒナギクは実際巨大なヒナギクに見えたまたタンポポも巨大なタンポポに見えた なぜかそれは彼らに子供部屋の腰はめの壁紙を思い出させた花章が広いため2人は全ての灌木や草花の根元よりずっと下方にあったので仰向いて草を眺めるような形になったやれやれまるで戦況へでも来たような気がする。とフランボーが言ったシェフ・ブラウンは船の中に座ったまま まっっっすぐになって十字を切った。彼の動作があまりに出し抜けだったので相手はどうかしたんではないかと尋ねた頃だった「中世の民謡を書いた人々は」と坊さんが答えた「先女のことについては君よりもよく進んでいる」「戦況だからとて結構なことばかりあるわけのものではないでな」 いやそんなことはない。とフランボーが言った。こんな淡い月の下では結構なことばかり起こるものです。私はこれから大変に躍進して何が飛び出すか一つ見ましょう。こうした月やまたはこうした気持ちにまた巡り合う前にいたずらに死に朽ちてしまうかもしれませんからな。それはごもっともじゃ。と。 ブラウンが言ったわしは何も戦況へ入るが必ず悪いとは言わんただ必ず危険ではあるというまでのことじゃ彼らは晴れ晴れするような流れを静かに遡った空のすみれがかった日光と白金色の月は次第に薄れていったそしてかの霊明の色を前触れするような 病たる無色の天地に変わってきた赤や金色や灰色の淡い筋が初めて地平線を果てから果てまで隠した時彼らは川上に横たわっている町や村かの大きな黒影を見た万物の姿が目に見える穏やかな革明が訪れる頃には彼らはこの川沿いの小村の橋や屋根の下に来ていた 家々は低くかがむように長屋根を抱いていて巨大な灰色や赤茶けた色の家畜が川へ水を飲みに来るように見えたやがて黎明が刻々と広がり明るくなって勤勉な朝となった時には彼らは静かな町の土産場や橋の上に人間でも家畜でもいちいち指さすことができたやがて彼らは 今しがた沈んだ月のようなまんまるな顔つきをしたそしてその下部の子に赤いほ髭ひげを光線のように発射させた一人の穏やかな福々しいシャツ姿の男が緩やかな流れの上の柱に持たれているのを見たフランボーは揺れる船の中にいきなり背丈いっぱいに立ち上がりさまその男にリードアイランドもしくは 葦の家を知っているかと尋ねた福々しい男の微笑はかすかに広がったそして彼はただ川上のうねりの方を指さしたフランボーはそれ以上話すことなしに前方へ進んだ船は草深いうねりをいくつか曲がり葦の茂ったひっそりした岸をいくつか過ぎたそして場所探しがようやく単調になろうとする頃 彼らは特に角度の深いうねりを回って静かにたたえた池といおうか湖水といおうかとにかくその風景に思わず見とれざるを得ないような場所へ出た広い水面の真ん中に等身相に四面を囲まれた細長い平たい島が横たわっていて島の上には竹もしくは熱帯山の強い富士で編んだ細長い平たい家が建っていた 縦に竹を並べた紙壁は薄黄色く。屋根の傾斜をなす竹の列は茶褐色を呈しているのでその細長い家は何よりも単調に見えることを免れた朝早い風は島をめぐる足の葉をざわざわとそよがせその不思議な家に触れて巨大な足笛のようにピーピーとなった「やあ!」。 フランボーが叫んだ。とうとうここが目的地かあれがいわゆる足の家だな。頬ひげを生やした。太った男は仙人だったに違いないな。まあそんなところかな。と主婦ブラウンが言った。もし彼が1000人だったら。悪い仙人じゃわい？こう話しながらも気味。近なフランボは？ 小舟をさらさらそよぐ足の中に乗り入れていた細長い奇妙な離れ小島の珍妙な物寂しい家のそばに立った家は水を背にして立っているのでこっち側には船つきのあがり団があるきりだった玄関は向こう側にあって 細長い島の庭を見下ろしている2人の訪問者は低いやぐの下にほとんど家の三方を縁取っている小道について回っていったのである三方にそれぞれ開かれた窓を通して彼らは同じように細長い明るい部屋を覗いた同じように壁にはたくさんの姿見をはめ込んだ板壁が張り巡らされていたそしてランチの膳立てであろう ううまそうな品々が並べてあった。やがて正面の玄関口に回ってみるとそこには2つのトルコ生殖の植木鉢が両側に控えていたしばらくして出てきたのは陰気なタイプのひょろ長いごま塩頭の気の浮かない球児頭でその男のブツブツ言うところによるとサレーダイン講釈はこのごろずっと不在であったが ちょうど今日まもななくく戻っっててるはずになっており、室内には彼の帰りを迎えそしてまた不意の来客を迎える支度も整っているとのことだったそこで例の公爵からもらった名刺を見せて自分があてなのフランボーだと言うと給仕頭の養紙ヒーローの陰気な顔にも命の不動がほの見えて体をブルブル震わせながらも陰銀な態度でどうかごゆっくりしていってくれと言った。 ご前様はもうほどなくお戻りでございます。と彼は言ったせっかくお招き申し上げたお客様方にわずかのところで会えなかったとあってはさぞご残念にお示しでございましょう。ご前様のお言いつけで簡単なお食事をご前様とご来客様の分だけいつでもご用意いたしてございますので。 旦那様方にもぜひ差し上げろと仰せられるでございましょうからご遠慮なく召し上がってくださいましフランボーは好奇心に駆られて礼儀正しい態度でこの申し出を受けたそして儀式ばって案内されるままに先の細長い明るい鏡板の張り詰められてある部屋へとこの老人に従っていった室内にはこれといって目を引くものがなかったが ただ細長い低い窓がいくつかあってその合間合間が風変わりにも同じく細長い低い姿見張りになっているので部屋全体が調子の軽いひょうひょうたるものに見えるのだったなんとなく庭でランチを食っているような気がした隅の方にはくすんだ肖像画が12枚かかっていたその一つは 軍服姿の非常に若い青年の大きな写真で今一つは赤チョークで描いてある毛を垂れ下げた2人の少年のスケッチ肖像であったその軍人が公爵その人であるかとフランボーが聞いたのに対して球児頭は「不愛想」に違うと答えたそれは公爵の弟にあたる陸軍隊員でスティーブン・サレーダインという人だと言った がそれだけで老人はぷいと口を閉じててしまって話なんかしたってつまらんといったような渋い顔をしたランチの後で上等のコーヒーと利休酒の振る舞いが済むと2人の客は庭と図書室とそれから家政婦女は少なからざる威風を備えた地味なしかし美貌の持ち主で陰婦の聖母というような感じがしたに紹介された。 この女と求人頭とだけが皇爵が本国から連れてきた一族のうち残ったもので現在家にいる他の召使いどもはこの家政婦がノーフォーク州で新たに募集したものらしかった家政婦はアンソニー夫人というイギリス名で通っていたが話の中に少しイタリーなまりが混じるところからフランボーはアンソニーとは疑いもなく 元イタリー名をノーフォーク流に呼んだものに相違いないと思った「ミスター・ポール」それが求人頭くんの名であるがこれもまた幾分多国なまりの混じるのが見えるがしかし英語には実によく熟達していた現代の貴族に使われる一粒襟の召使いたちが多くそうであるように小綺麗で絶品という感じはしたがこの屋敷には 高校たる陰気さとでもいうような雰囲気がみなぎっていた1時間が1日のように長かった長い体裁のいい窓のある部屋部屋を明るさいっぱいにはらんでおりながらそれは死のような影が込めていたそしてちょいちょいした物音話し声ガラス機のチリンという音召使いたちの足音 そうした物音に混じって2人の客人は家の四方に小やみなくざわざわと流れる水声を聞くことができたどうも、もりめぐって悪い場所に来たもんじゃな。とシェフ・ブラウンが窓越しに海緑色の足や銀色の川並みを眺めながら言ったしかし心配はいらんて君主は悪い場所においても 正しい人間であることによって良いことができるものじゃ。一体シフブラウンは無口な方でもあるが変なところに同情をする高徳だ。そこでこの短い恐ろしく退屈な時間の間に、彼はいつともなく相手の専門探偵よりも深くこのアシの家の秘密の中に思い出を沈めていた。 ニコニコした沈黙というものは世間話上手の秘訣ではあるが彼はこのコツをよくのみ込んでいたで今も彼はイチゴさえほとんど漏らすことなくこの家で与えられた知識をもとにしてできる限りの推測をたくましゅうしていた求人頭は生来ムッツリかであった彼は主人に対してほとんど動物的な愛情を抱えていることを漏らした その言うところによると公爵は非常に虐待されつつあるらしかったその虐待の張本人は公爵の弟であるらしくその名を口にする時だけはさすがにカンテラ型な老朽児の顎もグッと伸びオウムのくちばしのような鼻にもふんといったようなしわが走ったそのスティーブン大尉は手のつけられぬヤクザ者で 何百何千という兄公爵の金を欲した上兄に迫ってにぎやかな社交界を捨ててこの片田舎に隠遁させたのであったこれが給仕頭のポールのしゃべった全部でポールは明らかに公爵の味方であった家政婦の方は前者のようなむっつり屋でもなく不平家でもないらしいブラウンはこう思った 彼女が主人に対する調子にはどこかに酸味を持っているくらいのところだったもっともある程度の畏敬を交えていないではなかったがフランボーとシフトがそばの鏡の前に「二少年」を描いた赤いスケッチ画を見ていると家政婦のアンソニー夫人が何か用事でもあると見えて滑るように部屋の中に入ってきたでブラウン神父は振り向いてみる必要もなく 折からこの家の家族について23の品評をしていたのを途中からばったりやめてしまったがフランボーの方は顔を絵の中にほとんどうずめておったのでアンソニー夫人が入ってきたのに気がつかずにすでに大声で次のようなことをしゃべっていたこれはサレーダイン兄弟と見えますなシフ二人ともいかに無邪気な顔つきをしているいやこれでは どちらが善人でどっちが悪人だかわからないてとここまで話し出した時彼は女が背に来ていることを知ったのであとはいいかげんな雑談に紛らわしながら庭の方へ出て行ったけれどもブラウンだけはなおも一心にその絵に見入っていたするとアンソニー夫人の方でも長いこと一心にシェフブラウンの姿を見ていた 彼女は大きな悲劇的ともいうべき茶菓子食の目の持ち主であるそのオリーブ色の顔は変に息苦しそうな驚きに燃え立っていたこの見知らぬ男はどういう素性の男だろうかそしてまた何の用があって来たのだろうと考えているようにしてまた坊さんの方位を見宗派を知って 故郷のイタリーで近づきになった残悔層のことでも思い出したのかただしブラウンが連れの男よりも物知りらしいと見て取ったのか彼女は小声でその兄弟がそろって悪人だということをしゃべり出したあのお連れ様がおっしゃることは半分は確かに当たっておりますよあなたあの方は この兄弟はどちらが善人でどちらが悪人だか見分けがつかないとおっしゃいましたが本当に善人の方を見分けるのは難しいんでございますよおおわしには一向わかりませんがブラウンはただこれだけ答えるとそのまま部屋を出ようとしたけれども彼女は一歩彼の方へ身を乗り出した眉をひそめ そして、お牛が角をひくめて身構えでもするようなどう猛な格好に身をかがめながらいいえ当家には善人など一人もおりませんでございますよ女は吐いきを漏らしながら言ったそりゃあ大医さんにしてもお金を搾り取ろうとなさるのは決して褒めた仕打ちとは言えませんが取られる方の講釈様にしたってそりゃあよくない点があるのでございますからねえ。 何もタイさん一人で講釈をいじめていらっしゃるんではないんですゆすりかなという一言が続いたがその時女はひょっこり肩越しに背後を振り返ってみて今少しで倒れんばかりにびっくりしたのであるその時ドアがスーっと開いて入り口に青ざめた顔をした給仕頭のポールが。 幽霊のように立っていた場所は鏡の間であるさながら5人のポールが5つの入り口からいっときに入り込んだかのように薄気味悪く思われた「午前様がお帰り朝はしました」と彼は言った「3 その瞬間一つの姿が第一の窓の外を通った続いて第二の窓を通るとその通行するワシのような輪郭をいくつかの鏡が炎のように次々と映していった彼は姿勢が正しくそして隙がなかったが毛髪には霜を置きそして顔色は妙に象牙のように黄色っぽい 鼻はハゲワシのくちばしのようなローマ鼻で一般の場合この花には付き物の,の肉のこけ落ちた長い頬と顎を型のごとくに備えてはいるがこれらの道具立ては半ば口ひげで覆われているのでいかめしげに見えたこの口ひげは顎ひげよりははるかに黒くて幾分芝居じみていた彼の服装はこれも同じく芝居係で白い絹帽をかぶり 上着にはランの花をかざし黄色い胴衣を着同じく黄色い手袋を歩きながらパタパタやったり振ったりしていたやがて彼が玄関の方へ回るとシャチこばって出迎えるポールのドアを開ける音や帰着した公爵が「ああご苦労ご苦労今戻った」という声が聞こえたミスターポールは頭を下げながら 何事かヒソヒソと主人に答える様子であった数分間は彼らの対話は聞き取ることができなかったがやがてミスターポールの「何事もあなたにお任せします」という声が聞こえたサレーダイン公爵は相変わらず手袋をパタパタと叩きながら来客たちに挨拶するために機嫌の良さそうな顔をして部屋の中に入ってきた 彼らはもう一度かの薄気味悪い光景を目にした5人の講釈が5つのドアから入ってきたのを講釈は白い帽子と黄色い手袋をテーブルの上に置いてすこぶる韻銀,銀に手を差し出した「これはようこそお越しくだすったフランボーさん」と彼が言ったあなたのことは。 もうよう存じておりましてなご礼文と申し上げて失礼でございませんならいやそのご心配には及びませんハハハハとフランボーは笑いながら答えた私は神経質ではないですからしかしとかく現れん者は美徳ですよ公爵は相手のこの返報が 何か自分のことを言っているのではないかと思って相手の顔をチラリと盗み見たがやがて自分も笑い出しながら一堂に椅子を進め自分も腰掛けたちょっとよくない場所でなここはと彼はくつろいだ調子で言った格別珍しいものと言ってはないがしかし釣りだけは全く名物ですよ 坊さんは英治のような生真面目な目つきをして公爵の顔に見入っていたがなんと言って補足することのできないかすかな幻のようなものがちょいちょい頭の中でうごめいた彼はきれいに分けた霜のような頭髪黄身を帯びた白色の顔華奢な幾分めかした姿などに見入ったそれらは決して不自然という形を与えるほどではなかったが 舞台裏の俳優の紛争した姿のようになんとなくこってりした悪のさがあった名乗しがたいような興味はむしろ他の点に顔の輪郭そのものにあったこの顔の型はどこかで見覚えがあるようだなと思ったが思い出せないのでいらだった誰かしら幼なじみの友達の着飾った姿のような気がした 公職は愛嬌たっぷりなとんちのよい応対ぶりを発揮しながら2人の客人の間に心を配って相手を外させなかった探偵が娯楽が大好きで大いに保養の実をあげたがっているらしい様子を見てはフランボーの持ち舟の周りの一番よく釣れる場所へ案内するかと思うと20分以内には自分だけ先に自分用の貝舟で帰ってきて読書室にいる主婦ブラウンのそばへ行って 同じように陰銀に坊さんの好みの哲学団に話を合わせるというふうであった彼は釣りについても書物についてもなかなか知識を持っているように見えた後者の方は素晴らしい開発ぶりを見せもしなかったが彼は56か国語を操ったもっとも主として俗語ではあったが彼は明らかに 諸国のの変わった町々々や種々の雑多な社会に生きてきた実際彼の最も愉快な物語の中には地獄のような賭博場アヘン窟オーストラリアの山賊などしきりに出没したシフブラウンもかつて名高かったこのサレーダインが最近の数年を旅から旅へと過ごしつつあるということだけは知っていたがその旅が過ほどに快分の悪い。 もしくは過ほどに面白いものだったとはさすがに思いもよらなかった実際講釈は世の事情に欠けた人としての品位はあるにはあってもブラウン坊さんのような感じの鋭敏な人の目にはどうもそわそわした一歩を進めていえば信用の置けない調子のある人物として見えるのはしかたのないことであるなるほど彼の顔形はいかにもやかましやのように見える がその眼光には脳もすさんだところがある彼は酒か薬品かで体の震える人のような神経の傾きがちょいちょいと見えるそして火星上の問題には一度も手を染めたことはないらしい家の中のことは何から何まで二人の年取った召使いに任せっきりでことに求人頭の方はこの家にとっては大黒柱にそういないのだ 実際ポールは給仕頭というよりは一種のカレーという方が適切でもう一歩進んでいえば自重とでも言いたいくらいである食事の時にも表立ってこそ食べないが食卓の礼儀は決して主人公爵のそれに負けないのだ下々の者らも彼をピリピリと怖がっているようだそして公爵が彼と相談する時でも 主従の礼儀だけは正しくやるがどこかに傲慢なところが見えるのだむしろ彼が公爵の法律顧問ででもあるような態度が見えるのだそれに比べると陰気な家政婦の方はまるで日陰の女である実際彼女は求人頭に対しては己を低く屈してまるで彼の召使いか何かのように見える ブラウンは彼女が最前公爵の兄と弟について自分に死後したようなあのような猛烈な調子はあれきり爪の若ほども聞くことができなかった公爵がその弟対今どこにいるのやらのために果たしてどれくらいの金を取られたのやら見当がつかなかったがサレーダイン公爵の様子になんとなく胸に秘密を隠しているようなところを見れば その話はいかにももっともらしく受け取られるのであった講釈とシェブラウントが再び最善の細長い鏡の間に戻った頃には水辺や岸の柳にはや黄昏の色が立てこめていたそして遠くの方でご潔が子供の打ち出す豆太鼓のようにポコボンポコボンと鳴いていたなんとなく物哀れな そして不吉な戦況を思わせるような妙な情聴が小さな灰色雲のように再び坊さんの心をかすめた「ああフランボー先生早く戻ってきてくれるといいんだがなあ」と彼は独り言をつぶやいた時にあなたは「歳下」というものをお信じになりますか 落ち着きのないそわそわした態度で講釈は唐突に聞いたいや」とブラウンが答えた私は最後の審判日なな。」ら信じますが講釈は窓から身を起こして様子ありげに相手の顔を見た夕日に背いて顔を薄暗く曇らせながら言ったとおっしゃいますと どういうい意味ですかという意味はこの世にいる我らはつづれ錦の裏側に住んでるようなもんじゃという意味です。どうもこの世に起こることというのは全部の姿を表してはおらんもので本当の姿はどこやら他の世界に隠れているものと思われますがそうすれば 悪行を身に持っているものはその高いで必ず悪果を受けることになるのでいい。どうもこのよでは途方もない人に悪果が巡り合わせてきますのじゃ」と突然光釈はうおーと獣のような変な叫び声を発した。陰ったその顔には両面がただならず輝いていた。 そこでブラウンの頭にはある新しい鋭敏な考えが忍びやかに広がった公爵が唐突に妙な声を出したり顔を輝かせたりするにはどのような意味がこもっているのだろう彼が果たして正気であろうか彼は社交家として自然な驚き方以上に途方もない人にと何べんも繰り返したブラウンはさらに 第二番目の心理に気がついたふと前面の鏡の中をのぞくとそこにドアがスーッと開いていてポールが例の通り光沢の悪い無表情の顔をして立っているのを見たのだ。実はお早申しし上げました方がよかろうと存じましてと彼は例によって年取った家庭法律顧問のように陰銀な態度で言った。 ただいまボートが一層裏の船着きへ到着いたしましたございます。こぎ手は6人で、友の方には51名の紳士がお乗りの様子でございます。え、ボートと講釈が繰り返した。何一名の紳士。と言いながらスックと立ち上がった。しばらく。 氷のような沈黙が続いたただ足の茂みで水鳥の「キッキッ」という妙な鳴き声が聞こえるばかりだそして誰も無言であったがはや郊外には横顔をこちらへ見せた一人の男が夕日に輝くこの部屋の3つの窓の外を回って最前公爵が通過したように通過するのが見られた。 公爵の白っぽい絹棒に控きえこれをまた旧式なというより外国式かと思う黒の絹棒だ帽子の下には花壇らしく引き締まった顎を青々とそった若々しいそして非常にきつい顔が控えているちょっと青年時代のナポレオンを彷彿せしめるような顔だちだそれにまた全身のこしらえがいかにも風変わりに旧式なところがあって その点で親譲りの型を変えようなどという神経の持ち合わせのない男としか見えない洋館色のフロックコート軍人がするような赤チョッキビクトリア王朝の初期の流行で現代にはいかにも不調和な白茶けた粗末なズボンといった形だこうした古式騒然たるこしらえの中からオリーブ色の顔だけが妙に若々しく素敵に真剣らしく またそをと,と公爵が言ったそして例の白棒を力いっぱいひっつかみながら自分で玄関へ出て行って夕日に照り生えている庭の方へとドアを開け放した4この時までに その到来客と従者の一帯は舞台に出る少人数の兵隊のように芝生の上に整列していた6人の漕ぎ手はボートを岸に乗り上げさせて貝を槍のように押し立てながら恐ろしい顔をしてボートを守っていたどれもこれも色黒くあるものは耳飾りをつけているがそのうちの1人は若者の前方斜めに直立して何やら見たことのない 大きなな。かの黒いいを捧げているお。そっかがされいんだなと若者が言ったサレーダインは鼻であしらうようにもちろんそうだと答えた若者の目は無表情な犬のようなちゃめで講釈のギロギロと輝く灰色の目とはおよそ反対な目だししかしシフブラウンは、 この顔の形をどっかで見覚えがあるようだなと思ったのだが思い出せないので腹立たしくなったもしそっかがサレーダイン公爵なら申し入れるが吾が輩の名はアーントネリだと若者が言ったアーントネリと公爵がサも面倒くさそうに繰り返したどっかで聞いたような名じゃ。 よく見知りをかれよとイタリー人が言ったそして彼は左手で古代物のシルクハットを取り右手で講釈の方をいきなりピシャリとやったので講釈の白棒が石段の上にコロコロと転がり一つの鉢植えがグラグラと揺れたしかし講釈とても決して卑怯者ではないいきなり彼は相手の顎玉に踊りかかって 今少しで相手を芝生の上に突っ転がすところだったが敵は忙しいうちにも霊だけは崩さぬといったような体の構えをしながら講釈の手を振り取ったそれでよろしい彼ははあは言いながらよく通じない英語で言った吾が輩は屈辱を受けた今その埋め合わせをしてやるマルコさあ その箱を開けろ。マールコと呼ばれた箱持ちの家来が若者の前へ進み出て箱の蓋を開けたそして中からつも刀身も共に鋼鉄製のピカピカと光った二振りの細長いイタリー剣を取り出して芝生にザックと突き刺した怪しい若者は黄色い顔にすごいほど復讐の色をみなぎらせながら玄関口に面して立った 本の剣は2本の十字架の墓標ででもあるように芝生に立った夕日はまだ消えあらず芝生を赤々と派手に染めていたそしてご潔もまたしきりにボコポンボコポンと鳴いていた何かしら小さなしかし恐るべき運命を予告でもしているもののようにサレーダイン講釈と アーントネリと呼何時は我が輩がまだ物心のつかぬエイ治であった時我が父を殺して我が母を盗んだしかし何時は我が輩が今から何時を殺すように手際よくは父を殺さなかった何時と我が迷える母とは父をシシリア島の人なき道に馬車を連れ出して絶壁の上から突き落とし その足で高飛びした。吾が輩もまたその手で何時を騙し撃ちにしてやっても良いのではあるが、それはあまりに卑劣だ。吾が輩は世界の隅々まで何時を追いました。しかし何時は巧みに姿をくらましよった。だが今やついに世界の果てまで、いや、何時の果てまで到着したんだ。 何時はすでに我が手中にあり我が輩は何時が決して我が父に与えはしなかった機会を何時に与えるいずれなりとこの剣を取れ講釈はしばし眉をしかめてためらうように見えたが殴られた耳の内がまだガンガン鳴っているのに気がつきカッとして一歩前に乗り出しながら一つの剣をつかんだ。 シフブラウンもまた一歩前へ乗り出して争いを止めようとしたが彼はたちまちにしてここで自分が飛び出したら事態はますます見学になるばかりだろうと気がついたサレーダインはフランス流の共済組合でかつ極端な無心論者である坊主の説法に耳を貸すような男ではないさらに相手はと見ればこれはまた坊主であろうとなかろうと 頭から人の意見に耳を貸しそうな男ではないナポレオン型の顔立ちと茶色の目とはかの頑固一点張りの正教徒よりも上手な頑固さをさまざまと物語っている彼は地球の夜明け時代すでに残首役を開業していた人間のように見える石器時代の人間石の人間のような男だブラウンは今は 家内の者に給を告げるより他に方法がなくなったそれで彼は家の中へ駆け込んだけれども今日は下もじもの者が給仕頭の許しによって陸地の方へ遊びに出払っていることを発見したそしてただ陰気な家政婦のアンソニー夫人だけがおどおどしながら部屋部屋を駆け回っているのを見たしかし彼女が青ざめた顔をブラウンの方へ向けた瞬間 彼はこの鏡の家の謎の一端が見破られたように思った侵入者アーントネリの陰鬱な茶色の目とアンソニー夫人イギリス名のアンソニーはイタリー名のアーントネリの同じく陰鬱な茶色の目とっさの間にブラウンはもう話の半分が読めたと思ったあなたの息子さんが来てじゃ。 と彼は手っ取り早く言ったそして息子さんが死ななくば公爵さんが死のうという瀬戸際はじゃポールさんはどこにいるかなあの人は裏の船着きにおります女は力投げに行ったあの人は今救いを求めているのですアンソニー夫人 ブラウンは真顔になってこの際アホげなことは言っとられますまいわしの連れは今連れに行って船がなしあなたの息子さんの船はご家来どもが番をしているあるのはあの買い船ばかりじゃポールさんはあんなもんでどうしようというのですかサンタマリア私は存じません こう答えるなり彼女は気を失ってござばりの床の上にパタリとそっとをしたブラウンは彼女を抱き起こして長い巣に寝かせて水がめの水を注ぎかけて助けを呼んだ彼はさらに裏の船つきに出てみたが一層しかない飼い船はすでに中流に出ていてノーポールが年齢に似合わぬ力を出しながら川上の方へ急がせつつあるのであった 私は御前様をお救い申すのですまだ間に合いますその目は着ぐるいのように光っていた主婦ブラウンは今さらどうすることもできずに船が上流の方へもがき行くのを眺めつつただ老人が早く霊の村へ急を告げてくれるようにと祈るばかりだったどどうも、血統ななとはようないこっちゃ。と彼は むしゃくしゃした。ほこり色の頭髪を撫でながら言った。しかし、この血統はただ血統としても場違いのようじゃ。どうも。わしは心からそう。感じられてならんが。しかしどうにもならん。そして、彼はゆらめく、鏡のように夕日に照り生える。川波を見つめていると、島の向こうの岸からかすかな。しかし、紛れもない音が響いてきた。 ケンケンする音だ。彼は後ろを振り向いた細長い島のはるかなる岬のような橋バラの花壇の向こう側の芝生のはげたところに2人の決闘者ははや剣を合わしていた2人は上着を脱いでいるがサレーダインの黄色いチョッキと白髪頭アーン隣の赤チョッキと白ズボンはゼンマイ仕掛けの踊り人形の色彩のように 夕日の中にきらめいていてた。2人の剣は切っ先から塚まで2本のダイヤモンド留め針のように光っていたブラウンは一生懸命に走った彼の短い足は車輪のように回ったけれども彼が格闘の場に到着した時にはすでにあまりに遅くもありまたあまりに早くもあった。 魁に持たれてこっちをにらまえつつある家来どもの監視のもとに決闘を中止させるにはあまりに遅くまたその悲惨なる結末を予見するにはあまりに早かったなぜといって2人の力量は不思議なほどに互角で講爵は一種の皮肉的な自信を持って覚えの腕を振るいつつあるのに対しアーントネリは殺共的な用心を持って振るいつつあったからだ目まぐるしい 火花の出そうな激しい手並みのうちがいつまでたっても優劣をつけがたいのでブラウンも思わずほっと息をついたそのうちにはポールが警官隊を連れて戻ってくるに相違ないそれにフランボーが釣りから帰ってきてくれれば大いに頼みになるのだ肉体的に言おうならフランボーは4人ぐらいの男を1人で引き受けられるはずだからしかしそのフランボーは 一向に引き上げてくる様子はない,いやそれよりも怪しいことはいつまでたってもポールや警官が姿を見せないことだ水面にはいかださえいな棒切れさえも浮かんではいなかった名もない川沼の離れ小島に彼らはあたかも太平洋上の湖岸に取り残されたように絶縁されているのだ。 ブラウンがこんなことを考えている間に剣撃の音がせわしく迫ってカチャカチャという急調に早変わりを始めた公爵の両手は空に放たれ相手の切っ先が彼の背面左肩甲骨の中間にぬっと顔を出した彼は子供が横とんぼ返りを打つのを半分でやめるような格好に 幾度か大きくキリキリ舞いをした剣は流星のように彼の手から離れて遠くの川に潜り込んだそして彼自身は大地を震わしてドシンと倒れたその拍子に大きなバラの木が押しつぶされ赤土が煙のように空に舞い上がったシシリア人はかくして 彼の父の霊に血の滴る犠牲を捧げた坊さんはすぐさま死体のそばに駆け寄ったが要するにもはや死骸に相違なかった彼がなおもしやという望みなき望みに引かされて死体を調べているとその時初めてはるかなる川上の方から人声が聞こえてきたそして一層の警察船が 数人の警官役人やそして興奮しているポールをものせて矢のように船着きめがけて走ってきた坊さんはけげんにたえない難しい顔をして立ち上がったん、<laughs> なんぞそれと彼は独り言を言ったなんぞそれ来たることおぞきやじゃ7分も経つと、 その島は村人や警官らでいっぱいとなった警官らは決闘の勝利者をひっとらえて肩のごとくこの際ぐずぐず言うとためにならんと言い聞かせた我が輩は何も言いたくないアーントネリは平静な顔で言った我が輩はもう何も言わんつもりだ我が輩は非常に幸福だ我が輩は ただ死刑に処せられるのを待つばかりだそれから彼は口を固くつぐみさま警官らの引っ立てるがままに体を任した彼はその後で尋問を受けた時有罪だとただ一言叫んだきりまた口をんして語らなかったということは不思議ながらも確かな事実であるシェフ・ブラウンは思いもやらぬ庭の人だかりや 殺人者の降印される光景や警察員の検死の済んだ後死骸を片付ける光景などをじーっと見ていた何かある醜い夢がそのまま姿をかき消すのを見守る者の,のように彼は沼に襲われた人のようにじっと立ちすくんだ彼は証人として住所・生命を名乗ったが陸地へ行くならと船を進める者があるのを謝絶した そして島の花園の中に立って押しつぶされたバラの木や何とも名状しがたいとっさの悲劇の縁なす全部対面に目を凝らして見入った夕闇は川面に腹ばい霧が足そよぐ岸辺にほのぼのと立ち上ったねぐらに遅れたカラスが3つ4つと帰りを急ぐブラウンの潜在意識の中には 不思議にありありとこびりついていたこの漢字は朝から彼の意識を離れなかったものだが幻想だけではどうしても説明のつきかねるものがあった彼はなんだか自分が見たものは現実の光景ではなくして競技か仮面舞踏会のようなものに思われもしたけれどもしかし遊戯のために突き殺されたり 死刑に処せられようとするものもないはずである<お>彼は船着きの石段に腰掛けながら一人物思いにふけっていたが折しも上流の方から一つの細長い黒ずんだ穂が薄光に光る顔も下ってくるのに気がついたそして彼はバネのように飛び上がった 感動の反動で泣き出さんばかりに胸がこみ上げてきたフランボーと彼は叫びさま幾度も幾度も友の手を取って固く握りしめた驚いたのは釣りざおを持って岸辺に上がってきたフランボーだフランボーああやっぱり君は殺されはしなかったのじゃ何殺されるですと一体どうして私が殺されるんです と釣り客は非常に驚いて繰り返したなぜってわしらは今少しで一人残らず殺されるところじゃった相手はいくらか乱暴な口調で言ったサレーダイン公爵は殺されアントネリは殺してくれというアントネリの母親は気絶するもうわしは生きた心地もなかったがなしかしありがたいことに 君も無事であった。そして彼は狐につままれたような顔つきをしているフランボーの腕を取ったしばらくして2人は船着き場を後にして例の鹿の元に来たそして朝初めて着いた時のように一つの窓から室内を覗いてみたランプがつけられてすっかり部屋自宅が整っているのがたちまち彼らの目を捉えた食食堂の食卓には、 サレーナインの敵が島を目指して一陣の突風のように来襲した時でに晩飯の用意ができていたのだそこで今晩飯が嵐の後の凪のように平和に食われつつあるのだ家政婦のアンソニー夫人はムッとしたような面持ちでテーブルの足のところにしゃがんでいるポールはご家老様前として美味を喰らいかつ美酒を飲みつつあるのだ 夢見るその壁画は驚ない色を漂わし思い忘れした様は何とも名乗しがたいほだが満月の景色は包みかねたと見えたその様に腹を据えかねたと見えてフランボーは窓をガタガタ鳴らしながらこじあけたそして儀墳に燃えた頭を明るい部屋にスッと差し込んでおいおいと怒鳴ったなるほど 君も疲れただろうから静養を要するのは無理がないただ主人が庭に殺されておろうという際に主人のものを横取りするとは実にけしからんじゃないか我が輩は愉快なるべき長い生涯の間に莫大な財産を横取りされたんじゃ怪しい老人はカッとしたように答えたこの晩飯は 拙者が横取りを免れたなけなしの財産の一つじゃこの晩飯とこの家と庭だけがどうやら拙者の手に返ったんじゃこの言葉によってフランボーは何事か思いついたと見えて顔を輝かしたでは何かサレーダイン公爵が遺言でもわしがサレーダイン公爵だ 老人は破綻鏡をモリモリと頬張りながら言ったその時まで鳥の飛ぶ様を見ていたシェフブラウンは弾丸にでも打たれたように思わず飛び上がったそして蒼白になった顔を窓に突っ込んだ「君は何んじゃと?」と彼はキーキー声を張り上げて聞き返した「ポール」 またはサレーダイン講釈いずれとも魚意のままにじゃやんごとない老人がシェリシュの盃を唇に持っていきながら丁寧な口調で言ったわしはここで召使いの一人として天下太平に暮らしているものじゃそして謙遜の意味で我が不幸なる弟ミスタースティーブンと区別をするために ミスター・ポールと名乗っている。じゃが弟はつい最近さようあの庭で亡くなったと聞いた。もちろん敵がこの島まで追撃してきたところで俺が悪いのではない。悲しいことに弟の生活があまりに自堕落であったからじゃ。あの男は 家庭生活に向く男ではなかったこう言って彼は口を閉じてそのまま彼の足元にうなだれている女の頭の真上にあたる壁をじっと見つめた郊外の2人はこの老人を殺されたスティーブンとおもだちが似ているのを見てさてはと思ったやがて老人の寮の肩が高まって喉がむせでもするようにブルブルとゆすれた が顔の表情は少しも変わらなかったよっちくしょう笑ってやがるとしばらくしてフランボーがこう叫んだどれこのあたりで帰るとしようかといったシフ・ブラウンの顔は全く青かったなあフランボー君早くこの地獄屋敷を退散しようもう。 前の正直な船が恋しくなったよ2人が島をこぎ出た時夜の暗黒の幕は既に岸辺の川面に垂れ下がっていた2人は闇の中を川下へと下った2人の巣二2つの大きなシガーが船の中で紅色の剣筒のように燃えたシフブラウンはそのシガーをちょっと口から取ってこう言った まあフランボー君、もはや君にもこれで話の始終が分かったと思うが、つまりだね、筋はとても簡単なんだ。一人の男が二人の敵を持っていた。その男は利口でな。ええがね。それでつまり、敵が二人いるのは、一人しかいないより結局幸いだということを発見しよったんじゃ。 どうもはっきりしますね。とフランボーが答えた。え、深く考えるからだめじゃて。いいか極めて簡単なんじゃ。最もっともちと無じゃきではないがな。あの、されだいんきょうだいは、そろいもそろってろくでなしなんじゃ。しかし、コーすなわち、 兄の方が上の方へ上がるろくでなしなら弟すなわち大尉はそこの方へ沈むろくでなしなんじゃ大尉は霊落の挙句物乞いやゆすり物のまねもしたそしてある日兄公爵をうまくとっちめたこれが公爵にとっては運のつきだったんだ平たく言えばスティーブンは 文字通りに兄の首に綱をかけたのじゃ彼はどうかした表紙でシシリア事件の秘密を鍵知ったポールが山中でロー・アーントネリを虐殺した顛末を恐れながらと訴えることのできる男となった大意はせしめた金で10年も法灯の限りを尽くして最後には公爵の素晴らしい財産も どうやらアホ臭く,く見えるまでになった。けれども、公爵は、この吸血鬼のような弟の他に、今一つの重荷を担わなければならんかった。彼は、ロー・アーントネリの息子が、殺害事件の当時はほんの幼児に過ぎなかったが、だんだん長ズルに及んで、野暮なシシリア式の道義一点張りの教育で訓練された結果、親の仇を、 それも甲州大上へを苦労とはせず、昔風に復讐の剣によって復讐せんために生きとるということを知った。少年は剣道を学んで、その技神に達したが、もうこれでいよいよという年頃になると、サレーダイン公爵が旅に出たことを新聞で知った。公爵は、事件に現れた犯人のように逃げ始めた。 未完成。副敗に敵を受けておったのじゃから、アーントネリの追跡を喰らまそうと、その方に金を使えば使うほど、スティーブンの方の媚薬が薄くなる。弟の方の媚薬を余計にしようとすれば、アーントネリの備えが薄くなる。いいかね彼が偉人となったのは、そしてナポレオンのように天才を発揮したのは、 この時だったんじゃ。彼はもはや二人の敵と戦うことをやめて、彼は日本の力士のいわゆるうっちゃりの手のように一ひ,ひねり体をひねったんだ。ために両方の敵はもろくも彼の前にのめった。すなわち彼は世界を舞台としての競技を断念し、青年アーントネリには隠れ家を白状し、 また、弟のスティーブンには何もかも引き渡したんじゃ。彼はスティーブンに流行の着物を整え、かつ楽な旅のようできるだけ金を送って、添え手紙には簡単に書いてあったんだ。これが残った全部だ。お前は兄を丸裸にした。ただノーフォーク州に質素な家があるだけだ。 もしこの上もお前が俺から何者かを絞り取る気なら、この家を取るほかはあるまい。望むなら来て占領した方がいい。俺はここにお前の友人なり支配人なりと、ひっそり生活するであろう。彼は、かの青年シシリア人が彼ら兄弟の肖像画は見たであろうが、 まだ顔は知らないということを知っておった兄弟が共にとがったゴマ塩ひげをつけておって幾分似通っていることも知っておったそこで彼はひげをきれいにそり落としてアントネリの出現を今か今かと心待ちに待っていた落とし穴が成功した弟は身長の衣装にくるまって 公爵顔をしながら大手を振って乗り込んできたのが運の月でついにシシリア人の剣に倒れたんじゃしかし彼の細工にただ一つ欠点があったそれはしかしこの人生のためにかえって名誉としなければならないサレーダインごとき役人は往々にして 人の性や善なりという心理に目が届かんゆえ、意外の失敗をやるものだ。彼はシシリア人が乗り込んできたら、相手を夜中にナイフで刺し殺すか、または柿の後ろから射殺するかして、どっちにしろ一言も音を出さぬように殺すに相違ないと信じておった。が、アーントナリが武士の礼を重んじて、 偽公爵のスティーブンに正式の決闘を申し込んだ時のポールの慌て方といったらなかったわしはその時彼が船に乗って逃げ出したのを見たけれどもいかに彼は慌てても決して希望は捨てなかった彼は山市のスティーブンの気性もよく飲み込んでおれば熱狂時のアーントネリのコツもよく知っておっただからして 山氏のスティーブンが芝居の人役を演ずる愉快さやら座り心地の悪くないにわか講釈の待遇に対する連々たる執着心やら圧巻に似つかわしいクソ度胸の良い運試し根性やら剣術にかけての自信やらからして本当のことはまさか打ち明けないと安心しきっておったんださらに熱狂時のアーントネリについては彼もまた 固く口をかんして家の昔語りを他言することなく死刑に処せられるであろうということを信じておったそのためポールは血統が終結を告げるまで川中にいてグズグズしておったで見る間に村に急を告げ警官を堂々し二人の敵が永遠に連れ行かれるのを見て うまくいったとにこつきながら飯を食い寄ったしだいじゃよ。はっ、キャツめ、あんなに笑いやがるとは。と、フランボーは身震いしながら言った。でも、シェフ、先そんなに大それた知恵は悪魔からでも借りてきたものでしょうかその知恵は、君から借用したんじゃ。え 私からですって。どうじゃあの手紙の文句に何とあった機械が探偵をまきて見当違いの逮捕をなさしむる手腕に至りてはとあるこれは君の犯罪的威嚴に対する惨事であったんじゃフランボー君あの先生は全く君の手を応用したんではなかったろうか 腹背両面に敵を受けながら自分だけさっと体を開いて前後の2人を衝突させそしてこの試合をさせたんじゃなかったか折しもほの白い暁にも似た光が夜空に流れて草間隠れの月が次第に青白く輝きでした2人は沈黙にふけりつつ流れを下った マーシフと突然フランボーが呼びかけたなんだかこうままるで夢のような気がしませんか。だがブラウンは首を振るばかりで黙っていた夕闇を通してさんざしの匂いと果樹園の匂いとが2人の鼻に迫ったで天気が風ばんできたことを分かった 次の瞬間、風が小舟を揺るがせほを膨らませたそしてふ人は延々たる流れの下の方へ幸福なる土地善良なる人の子の住む村々の方へと運んでいった。